んにちは。いつも地球を救いたいはるかです。今回はストレス発散に別ゲーで世界を救います。このゲームの特徴は特殊軌道によるミサイル回避でしょうか。あとはいまいちよくわからないストーリーですかね。ストームライダーよりも前のゲームですが、難易度的にこっちの方が難しかったですね。やっぱりオンリーゾーンのミサイルと敵もクリア大胆するのでそこですかね。Gotta